はい、ばあちゃん花壇のね、草刈りやっちゃいます。でここはね手で、除草するんですが、やっぱりね自分の植えた、まず雑草と草花の区別がつかない自分で植えたね、草花ではないのでなかなかね、難しいんだよね。で、除草草を引き抜いてしまいますと、もうそれでね終わっちゃうんで、草を買っておけばね、間違ってもまた新しく再生してきますんでね、そうしたいと思います。でうちの母親もね体調がいい時は、自分でね、草花を買ってきて、手入れしてるんですけどね、体調悪いと大体、2番目の姉ですね、宇都宮に住んでいる姉のところへ電話して草むしり来てくれってSOS 出すんだわ。でもねそれも姉もね、今一応パートで勤めてますんで迷惑なんで、少し草のボリュームを減らしておきたい、おこうと思います。はい、いつものように薪田の充電式ですね。はい、これで細かいところを刈ります。大体この周り終わったかな。で、今回はちょっと草刈りの高さを2センチとか3センチとか低めに、2センチ3センチは無理か、5センチぐらいかな。いつもより、
ちょっと低めに刈りました。低く刈ることによってね、草の伸び方をちょっと抑えると、だから、30センチに なるまでに25日かかるか、まあ30日かかるかね、ほんの数日ですけど低く刈った方が多分、長持ちすると思います。で、まあ何回も言うようですが、草を刈る高さはね、自分が草刈りやってて一番やりやすい高さでいいんじゃないかなと、低く刈ってはいけませんとかさ、その人たちが何を言おうとしてるのか私にはよく理解できません。で、あぜの草刈りなんかでね、何センチで刈れば長持ちしますよっていう刈り方あればとっくにプロの農家やってますから、で最近は上賀茂ファームさんなんかではやはり多分上賀茂ファームの業務としてやる場合って、刈り払いの資格が必要です。安全教育かなんかかな、もう詳しいことは興味ある方は、YouTube じゃない、ネットで調べれば出てますんで、私の動画にも入れたかな、で基本的には重機屋さんが開いてる教習所ですね、ですから宇都宮近辺ですと、壬生にあります日立建機ですね、今はどういう名前になってるかわからないんですけど、私が行った時は日立ロックウェルとかなんとかっていう会社名でしたね。それと小山にあります小松教習所、これは小松製作所の多分ね、そういう教育組織だと思うんですけど、そこへ行くと確か2日あれ1日かな2日かなあ1日1日か1日で、午前中座学やって、午後、まあ、草を刈る練習ですね。やはりね、ほぼ毎日やってますんで、よほど広い草場がないとね、実際草を刈っての実習っていうのはできないんでね、草を、刈る真似をして、まあそれが できるできねえは関係ないんだけどねまあ一応座学で、学科試験を受かれば、まあ、あとは草刈りをやる真似をすると、その講習会の修了証がもらえるっていうことでね、比較的簡単なんで、時間とお金のある方はぜひね、そういう作業に従事したいという方は取っておくといいかもしれないです。確か3万ぐらいだったかな、竹下農場の場合はね、全部、会社が負担でね、取らせてもらったんで、あまりよく覚えてないんですが、まあその程度でね、簡単に行けば誰でも取れます。資格もらえますんで、必要な方は取っておくといいのかなと。これがなかなかね、中小企業ですと、1日のね、日当を、ね、支払って、しかも3万ぐらい、3、4万時間かかるとなると、一つのライセンスに、4、5万かかっちゃうんでね、日当プラス、講習会の費用プラス交通費ですからね、まあ、なかなかね、小さい造園業とかそういうところですと、生かしてもらえるチャンスは少ないのかな。ただね、これもしそういう資格が必要なことが分かっててね、従業員に作業させて、怪我をしちゃったとか誰かに怪我をさせたとかってことになると、ちょっとね、いろいろと後で警察が入って厄介なことになりますんで、ぜひね、事業者の方、あと個人の方もね、知らないことは断れないんですけど、アルバイトとかそういうのに行ってね、ちょっと「たけし君草刈り行ってきてくんない？」とかね言われた場合は、それ無資格でやるとアウトなのでね、自分は持ってますけどね、持ってるんだけど持ってない人が、やっちゃうとアウトなんで、その辺はご注意ください。そういうことで、草刈りのライセンスのうんちくと、
ばあちゃんの花壇の草刈りをやりましたという動画でした。もうたわいもない動画です。はい、見てくれてありがとうございました。これで失礼します。はい、ばあちゃんの花壇草刈りの第2弾です。これね、前回の庭の草刈りやった時にね、刈ればよかったんですけど、私もうっかりしてね、あるの忘れてました。まいったね、でしっかり残っちゃったんでね、はい、今から草を刈りたいと思います。それにしても本当に今日は蒸し暑いです。どっこいしょ。昨日もね、なんか本当に台風でも近づいてるんじゃないかななんてことね、蒸し暑かったんで、はい、水分はこまめに取りながらやりたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。Thank you.
ちょっとね、枝の剪定なんかもしながら戻ってきましたけどね。まあ、自分もね、最近、学習したんですが、除草剤ですと根絶やしになっちゃいますんでね、まあ、草刈りの方が有用なものを残すのはいいのかなと、植物を残すのはね。で、あの正面に見えるミョウガなんですけど、これもね、うちの母からはミョウガは邪魔だから除草剤かけてもいいって言われたんですが、後になって、私が除草剤かけてみんな枯らしたって怒られましたね。人聞きの悪いこと言われました。おいおい、あんたがかけていいって言ったからかけたのに、後になってそんなこと言うのかよっていうね、しっかり母に裏切られましたんで最近はね、あまり、家の周りは除草剤はかけないようにしてます。はい、そんなところでね、中子ばあちゃんの花壇草刈り第2弾でした。お付き合いありがとうございました。